ございます。天使の絵の具さん、ありがとうございます。こんばんは。ゆきさん、ありがとうございます。ね、サンフレッチェ買った。イエーイ。ずっとダゾーンで見てました。坪井祐介さん、東京 TK 局長さん、ありがとう。ソロハちゃん、アバターや。恭平さん、ありがとう。おちゃんさん、レブニアさん、ありがとう。ね。いや、あれ、マフラーの写真を追加するために一旦消したんじゃないんですよ、実は。1枚目の、左下の、ハンコをつけるの忘れてて、そう、ポポポってつけて再投稿したんですよ、実は。でもその時のタイミングでたまたまあの写真見つけたから、これも載せとこうって思って載せただけで、本当はそっちだったんですけど、気づいてる方はほぼいないんですよね。デブニアさん、ありがとう。こっちだけアイライン消えたけん書いたら、ここで書いたら変なになった。スカパラダさん、好きになるっていいものできることなら、スケモンさん、ありがとう。イシケマシンさん、マジロモンスターさん、ありがとう。明日5時起きなのに。落ちました。めっちゃ早い。ショールームできません。朝リングハマってる。ホジさん、修造さん、ありがとう。本当はもうね、配信してる場合じゃない。早くお風呂入って寝なさいって感じ。清弘さん、修造さん、富士さん、ありがとうございます。関東でも6日の夢時から今日放送されたね。全国放送が今日でしたよね。言ってなかった、ごめんなさい。そう、今日の朝は普通にしましたよね、自分の配信。リップの色いい感じ。本当？イエイ。やったー。坪井祐介さん、キヨさん、ありがとう。寝る前にやってよかった。イエイ。ブレスレットはね、ほぼ持ってない。ダダダダムダさん、リックさん、ありがとう。お、なんて読むのこれ、ももこさん、誕生日の方、ももこさん。ももこさんかな。チョーカーほぼ持ってない。ももこさん、ももこさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、ももこさん、おめでとう。おめでとうございます。新品だからめっちゃでかいわ、音が。おめでとうございます。一人部屋じゃないんですよね。ごめん、ごめんって。
思ってる今とても。いや新品が手に入ってないですよ、家にずっとあったやつ。相方さん寝てない？まだ多分。ありがとう。ふん。長髪長すぎてこうなってるんですよ。今日風に吹かれて。誕生日なのでバース、クレイジーバースデー歌ってください。バースデー、オークレイジーバースデー。もし光がになる通りもさらさらないからかたじけないです。それくらいでもよくなくなくない？ビルマさん、ありがとう。リョウハさん、ありがとう。サスケさん、お誕生日、おめでとうございます。よっ、よいしょ、待て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 、あ、おめでとう、サスケさん、おめでとうね。へい、リミゾンさんの歌詞ちゃんとわからないんだよ。今村みつきです。つです、私みつきでつ。誕生日にそれ聞いたらめっちゃテンション上がったじゃろ。わい、昨日誕生日言うの忘れてた。そんなことある？その声の人といつか感動の初対面してほしい。感動の初対面はね、7月20日にしたことあるんですよ。2017年8年、アステールプラザで。ビルマさん、スグルさん、平たくさん、深夜さん、ありがとう。一方的に見てただけですけどね、私にとっては感動でした。もうって時が止まってた、曲が流れながらも。京平さん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。京平さん、おめでとう、おめでとうございます。京平さん、おめでとう。イエイ。あら、ハッピーバースデー、あら、ハッピーバースデー。 You like happy birthday, we like happy birthday。ユースさん、しげぬさん、ありがとう。1年ぶりに祝ってもらえて、イエーイ、すごい。また来年も。あの曲イントロかっこいいよね。うん、ダダダダムドさん、ニノさん、スカパラダさん、エムケンさん、ありがとう。ジム行ってきたんご、いいな、ジム行きたい。アジーさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、アジーさん、おめでとう。
今日は多いお誕生日の方が、あじさん、おめでとうございます。つぐみさん、ビルマさん、スカパラダさん、大崎上島のカズさん、ありがとう。シュレッダーでやつ先でいいじゃん。明日夜は配信できそうなの？うん。ゆういちろうさん、レブニャンさん、ありがとう。スタジアムでサッカー観戦したい？うん、やっぱ場所大切やんな。糖質はちおちゃんじゃない。田淵さんのコーラスが現れた。それなそれないいよね。課題やる気が出ません。頑張れ頑張れ。見下ろされる価格が好きかな。たい焼きは頭から尻尾から頭。ジグザグすぎてて死ぬ。ブルーさん、ありがとう。になって応援席の一体感がいい。そうそうそう。あとお餅。ゆういちろうさん、ありがとう。みちのファンって M 少なそう。え、嘘、多そう。アイラインどんな感じで引いて、ちょっと引いてます。これね、結構今日長い。メラニスタ19号さん、ありがとう。いや、ライブ行きたいな。スランプくんさん、ゆうくんさん、ありがとう。お、浴衣のアクスタ。気持ちいい。前髪瞑想中。かねさん、たかひろさん、ありがとう。おでこ出してないけど。しかも濡れてないんですよ。乾かさなくていいのって言われるけど、濡れてないけど。いける。ちょっとね、サラサラなんですけど、こうなっちゃう、なってた。目がいつもより大きく見える。うそ、長身の夜の早くない？そうなんよ。コメント読む人と読まない人の差って何？え、なんかそういうのが難しい時がある。結
婚しようみたいなコメントになんて返せばいいのか分かんなくて、そういうコメントばかりの方はあんまり読んでない、難しくてすいません、返しが難しい。いろんな種類のコメントをしてくださったら読めるんですけど思った。20分だって、うん、20分じゃない20%だ。アイドル1年と2回目、うん、前500何日続いてたらしいですね。今何してる？画面に向かって話してます。西と同じ前髪にしたい。え、今はね、私と一緒にしない方がいい私は切る、絶対に切る。アイス食べてる、いいね、羨ましいな。お腹空いてきた。切る前髪が欲しい。前髪ないの？髪伸ばしたい。どっちも似合いそう。薄くなった。そうなんよね。ね。キャラクター把握されないようにいろんなコメント心がけてる。確かに。伸びたんすよ。こんな時間に似ての画像作らないの。作ろうかな。作るの下手なんやな。そうそうそう、前髪重めにするか迷ってる。今までで拾われて一番嬉しかったコメントは縄文土器と弥生土器、どっちが好き？自分縄文って言ったっけ。ね、ありがとう。夜ご飯食べた。お話し会まで申し込みしてますよね。暑すぎて髪短くしました。いいな。スーパーカップの白いチョコミント、え、そんなあるの？耳が好き。話の流れに合ってるコメントをする人はそれよく拾われるよね。確かに好き勝手コメントしてます、すみません。いやいや、重めみたいね、したいんだよね。今日ダメだ、絶不調。スターネフェア、フェア間違えた。明日が不安すぎる、起きれるか起きれないか。マサ63、ありがとう。今日テロップに雲ないのなんで。昨日もなかったですけど、一昨日もつけてなくない？わからん。別にいつもつけてるわけじゃないよ。場所がまだお風呂入ってないから大変、入らなきゃ。歴史さんいいよね私服どうしようね、楽しみ。ムルナより変身し始めた。お、ありがとうございます。前髪センター分けしたことある？
最近最近じゃないや、ちょっとだけしたことあるけど似合わないですね。悲しい。なんかなんかさ、センター分けのさ方ってさ増えとるやん最近。なんでみんなあんなに似合うんやろ。すごい。うん、ドロブさんと LINE してるよ。センター分けの人口増えてる。広島もだってさ、多分広島に住んでる女性の5分の1はセンター分けなんじゃないっていうぐらい、本通りではセンター分けの人ばっか見る。トラベさんと何お話ししてるの。なんかなんて言ったの、美容の話です。着圧のソックスの話とか、いろいろ。トロブさんがいろんなの試して教えてくれる、 PR してくれる。誰の影響なのか。でも K-POP の影響でセンター分けにしてる方が多分いっぱいいると思う。いやいやいや、本当に男でもセンター分け増えてる気がする。おお、絶対 K-POP。この話はしないですよ、ドロブさんと。服部さんもセンター受け。ねえ、もう一度だけを何回もやろう。いいよな。あのスミカさんのさファーストテイクめっちゃ良かった。ああ夜を越えて身を抜けて迎えに行こう。あれめっちゃ好きだったね。ファーストテイクめっちゃいいよな。あとストレイキッズさんびっくりした。ストレイキッズさん、なんかあの NHK さん見てて、韓国語のあの何、韓国語講座に出てらっしゃったんですよ。そう、それでそう、あ、知ってる方々ってなって、ストレイキッズさんのその歌見たらうますぎてびっくり。てかダンスもすごくて、その方々すごいってなる。韓国の方々ダンス揃ってますよね、めっちゃ。すごい。そうそうそう、加工なしでね。え、いくらさんって私より若いんだ。YOASOBIのね。ストレイキッズさんじゃないっけ。ママムーンさんはかっこいい。ママムーンさんのファーストテイクみたいな、めっちゃうまいと思う。韓国人のお肌の透明感し、わかるわかる。わかるわかる。10代なんだ、すごい。へえ。
可愛いよね。お顔が好きです私、いくらさんの。ありがとう。の目がないよ本当に。私はすごいな。アイス食べてないおじさんが元気付近に夜にかける動画見たかも。それすごいよね面白い。あ、夜を越えて闇を抜けて迎えに行こう、うるさの、同部屋の方のために寝よ寝よ。次はそれでは壇上を読んでいきたいと思います。13位マスジさん、12位スティリバーさん、11位オフさん、10位ビックリマノンさん、9位コータンさん、8位ホジェさん、7位アモズさん、6位ブルーさん、5位ダダダダムドさん、4位坪井祐介さん、3位東京 TK 局長さん、2位ビルマさん、そして1位はルルルルジャン、ゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルジャン、ゆきかぜさん、ありがとうございました。誰と一緒なの今日は。ピオナソですね。ピオナソと一緒です。それでは頑張ります。今日も一日お疲れでした。ありがとうバイチロポン。おやすみ中。またす。バイバイ。切れるかな。Mm-hmm.